小説新潮総刊号の表紙。小説新潮は、株式会社新潮社が発行する月刊小説誌。1947年9月に創刊本誌連載の後、ハードカバー化されて新潮社より刊行される例が多い。小説新潮別冊という位置づけの小説誌に、読む読むがある。新潮社では、戦前から出ていた大衆誌。 日の出を1945年11月に廃刊にし、新しい大衆向け雑誌を検討し、もともと会社が小説専門であり、新潮の小説特集号もよく売れるということから、規制の作家によるわかりやすい小説の雑誌として1947年9月号で創刊。芸術性を失わずに大衆性を持った小説を目指し、創業者、 佐藤義良の次男で専務だった佐藤敏夫が編集長となり編集顧問の河森義蔵がアドバイスした5月に創刊された日本小説に続く中間小説雑誌とされる氏名は社内募集で決定用紙事情が悪く創刊号は64ページ定価18円表紙は井熊玄一郎関東のグラビアは 作者の金英でその後の号でも続く。ラインナップは、山本雄造、露伴沖縄の永明に対して、及び里見とん、梅原龍三郎、船橋誠一、長谷川新、国枝幹事、石川達造など、巻末の谷崎淳一郎らによる、座談会、天皇陛下の午前に文芸を語るなど、川森の創刊の字に続く、2号の、 大衆文学とか純文学という言葉はもうなくして、いいと考えるという文章は一層、中間小説思考を鮮明にしている。1948年1月号から連載された、石坂洋次郎、石中先生行上記と、船橋千一、雪夫人絵図、内田百の随筆、奥空町は、人気が高く、林忠彦による、関東グラビアでのバー、 ルパンでの打宰を治む、自室で散乱した紙くずの中にいる、坂口安吾は、人物写真の傑作として残っている。石中線制御上記の第5話は歪説罪の疑いで摘発される。1950年頃に10万部、1954年に39万部に達した。人気作品には、船橋誠一、芸者、小夏、坂口安吾 明治開花暗号取り物、源氏啓太、坊ちゃん、社員、井上康史、風林火山、川口松太郎、人情馬鹿物語、中山義秀、真剣豪伝など。1952年に、帰還、別冊小説新調総刊。1955年には、松本清張の時代小説、腹中の敵、野牛一族に続いて、推理小説。 張り込みを掲載、松本を中心とする推理小説ブームの先駆けとなった。1961年秋号、別冊小説新調の現代推理小説代表作集は、たちまち売り切れとなる。昭和40年代には、オール読み物、小説現代とともに、中間小説のご参加と呼ばれた。1955年には、 小説新潮賞を設立。1988年には、山本周五郎賞を設立。以降7月号には必ず、山本賞の決定発表や、その選票が掲載されている。その他に、新田次郎文学賞、日本医療小説大賞の発表や、新潮エンターテイメント賞、女による、女のための R-18 文学賞、 日本ファンタジーノベル大賞の応募、発表などを行っている。ヨーマイム読む読むボリューム24-2012春、文学賞新調者。ありがとうございます。